我想要延伸，就刚好连接到我们提的下一个，有一个问题，就是说，当我们在创作 ，Matis 在创作，然后针对类似的主题啊，然后题材啊，在写作的时候，有时候不同的组别也会写同样的主题和题材。那这种时候，不知道石大厂这边他会怎么看，什么样的东西会是太过于相似或重复，甚至是算是抄袭？因为对台湾的观众认定的这种模式不太一样，所以那我们有我们自己觉得的，我们觉得可能主题上本来重复主题，生活大家也去都去理发厅，都去松屋吃饭，对，但是每一个组别会选择不同的做法，对，但是不知道石大厂怎么看这件事情。あくまで俺は俺の考えは娯楽としてしか捉えてないの、なので俺はこういう大会とかさえなければ、俺お笑いって共有していいもんやと思ってます。其实有时候反过来而言是有时候观众会在意这件事情。お客さんはね。比如说就有人说过说，哦，这个人讲话讲一讲，开始试一下空斗感觉了哈，就开始演一下的时候，他们说，哦，那你们就是在帕库利那 style 上的感觉，就会有这种 comment 的出现，这种感觉。但其实东西都不一样，但是一直会有这样的声音。漫才コントってだけでなるみたいです。その中のボケとかは全部違うのに、じゃあやってみようで漫才コントで始まるだけで、あのノンスタイルさんのパクリだみたいな。それは俺らでも言われますよ。俺らでもアンタッチャブルやとか。とか言われる。もうほんまテンポ感だけで。日本也。那如果说学到像双降的明星。吃蜂蜜的时候，最后这时候吃蜂蜜。OK 哦，这样的话算不行吧？不行吧？无理。霜降りの粗品みたいにこうやってツッコミをやってもそれは OK、それはもうさすがにみたいな俺はさすがにやりすぎこれはやりすぎこの人の武器やこれってこの人の武器を取ってしまうのはよくないやけどそのメインディッシュじゃない副菜みたいなのは共有して全然問題ないと僕は思いますけどね。今多分文化としてまだ成り立ってないんですよ。で、言うと芸人の中で今いる芸人の日本にいる芸人の中で医者っていう漫才したことない人ってゼロ人だと思います。だからもうかぶること前提に。日本のお客さんの常識はなってるんですよ。だから内容が違うかったら OK みたいな。だからこれは根付き方の違いやと思うんです。站在我们自己做漫才师的角度，因为我们知道，我们看过，所以我们就会觉得，那是某一个人的 icon。所以我们自己看到别人这么样做这样的形式的时候，比如说刘德波，我们稍微的就会心里有一把。是会觉得，那么这样好吗？そうですね。やらないに越したことはないですよ。やらないに越したことはないけど、でも今そっちにはない文化で知らない人たちもいっぱいいて、ミルクボーイとかをなので根付かせるため、広めるためっていうのを考えたら、別に誰かがやってても。俺は目をつむるけどね。ただ俺は絶対にやらへん。我们也不喜欢，对，就是从我们表演者的角度，我们就会觉得，还是不要比较好。因为大家的东西都是放到 YouTube 上面的，全世界都看得到。でいいと思います。そういう人の方が一緒にお酒飲みたい。少くにも一人一緒。ありがとうございます。ありがとうございます。一番嬉しいよ。石田さん、M1 終わった後に、来年さんのオールナイトニッポンとかで、審査じゃないですけど、話してらっしゃるじゃないですか。なんで、
こう、まあ、僕らも何かを評価しなきゃいけない時とかの、うん、もうあれもあって M1 の審査とかって何を基準にとか何を大事にして見てらっしゃいますか？あのいくつか分けてるのね。あの20点満点ずつで分けてて、その年その年によってなんか自分の中ではこう変えてるねんけど、まあ例えば、技術点20点満点とか、オリジナリティ20点満点とか、キャラクター20点満点とか、あとは、単純な好み20点満点、あとはそうね、発想みたいな、20点満点、でプラスで同点ぐらいになったらそれに拍手笑いが何回あったかとか、で点数に差をつけて、で10組おったら10点差つけようと思ってる。全組違う点数をつけて、那是总共的比较了哈，然后有一些项目，这些项目其实也是我们会去注意的。只是因为台湾没有这个，所以我们没有办这种比赛，所以我们蛮想要了解，对，他们是看些什么。ちょっとすみません、質問です。この大会の良さと悪さというか、その自由になってくれっていう時には大会はやらない方がというか、その良さとメリット、デメリットってどういうところになります？大会ができたせいで、はい、やっぱ娯楽が失われていってるというか、それはありますね。やっぱ楽しい面白いが一番の方がいいわけですよ、なのにかっこいいとか真面目とか、こういうのが今上がってきてもうてるから、好像不是轻松的感觉、就有点厉害的感觉、そう一生懸命みたいな。だから M1 グランプリが最初良かったのは10年未満やったんですね。だからあの日本でいうところの甲子園大会みたいな青春で見れたのが15年になって、もう完全プロやんみたいな5年がだから大変なわけです。その青春だけで見られへんくなった。那我想请问一下，他会觉得现在比较新生代的漫才组合，他们跟以前的漫才师比起来，怎么说，进化的推进变得更快吗？早くなってる。やっぱり情報が多いから、昔はやっぱ情報が少なかったから、伸び率は遅かったと思うんですよ。今はやっぱ早いね。那就刚刚那个问题的话，就是那既然其组合成长比较快，也就是说成熟期比较短，讲成熟期很像水果一样的感觉，他们成熟期比较短，但是却把 M1 资格拉长到15年，这个考量是什么的？就比如说很快可能就可以达到以前，可能十年要达到的程度，他们可能5年就达到，但资格却延长到15年。それはあの空白の5年間っていうのがあって、M1 が10年で終わってしまったんですね。でその後15年から再開するんですけど、この時でラストイヤー10年目までしか無理なんで、あの無理やった人たちがいたんで、この人たちの救済措置で15年目までになって、それがずっと残ってるんです。だから次10年に戻しますって言うと、えまだあると思ってなかった。だから戻しにくいっていうね。想再问一个关于M1 审查的问题，就是如果说今天我们真的要办一个比赛的话，那个审查方式，因为现在可能因为各种原因，所以是一组出来之后打分数，另一组出来之后打分数。但如果它方式变成全部人都出来之后再打所有人的分数，就不讲电视效果而言，就比赛而言是比较好的方式吗？哦，これね。難しいんですよね。でも一組ずつ点数はつけた方がいいと思いますね。为什么呢？对，有原因吗？最後まで見て決めるってなると、自分のさっき僕で分けた好みって、自分の好みっていうポイントが強くなるんですよ。
なんかそこはやっぱ強くなりすぎるとちょっとなんか私的になりすぎてるというか、うん、ちょっとなんか公平ではない気がする。如果再回头去评前面组别的话，因为我们台湾也没有所谓的真正的西秀，其实我们一直都没有认真想这件事情，关于比赛，而且很多人也问过我们想不想要做这件事，但其实我们都觉得我们也想要继续学习，所以一直没有做。那如果台湾有西秀，应该我们的西秀也是。在路上啊，在直播上，当当上，当当当当当，都是日本的这些我们所学的，对啊。大阪にあの昔あった大会、今もあるのかな？漫才アワードっていうあの大会があるんですけど、それはお客さんの票だけで決める。其实在这个时期的话，这个做法是不是？反而可以提高观众的兴趣。やっぱ自分が票を入れた人が優勝したりしたら嬉しいんですよ。像 AKB 一样。那对对对。AKB みたいな。そう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 。一位だけ書いてもらうっていうのもいいんですけど、一位、二位、三位書いてもらうのがめちゃくちゃいいんですよ。一位三ポイント、二位二ポイント。3位1ポイントにしてし、集計するとすごく納得のいく人が優勝すると。3ポイント1位に選んだ人って好みが勝ってるんですよ。なので3ポイント入れる人とこの人には絶対入れへんって思う人がいるわけです。でも1ポイントを全員、このお客さん全員が1ポイントを入れる人も出てくるわけですよ。ってなったらこの人が優勝するんですよ。全員の3位が優勝するみたいな。有没有一种 balance 的可能是观众也有占一大部分比数分数，但是还是有像是漫才公公啊其他的一些比较资深的组别也是有分数的，然后让那个比重有一点点平衡，也是一种做法吧。まあないこともないと思います。还是让所有的参赛者评彼此就好。あのね、そういう大会も昔あったんですよ、はい、あったんですけど、ほんまに嫌なやつが受けてるところに点数入れへんっていう。ああ、ありますよね。そういうやつが生まれるんですよね。也有個性很好、但是其實一人都不好笑、但是大家都不要。危険です、それは。俺はでも諦めないんですよ。絶対にこの子に一回でも笑い取ってもらいたいと思ってるから、僕は漫才をやろうって思った時点で面白い人やと思ってるんですよ。特に台湾なんか絶対そう、はい、台湾で漫才やろうって思った人は変な人じゃないですか。いや、その時点で絶対受ける人やから。僕高校の時に僕が学校の中で一番面白いと思ってた二人がいるんですね。で、その二人に誘ってもらってノンスタイルの前にこの三人でお笑いやってるんですよ。で、やって、で、1年間やったんですけど、こんな面白い二人がいるのに受けることなく解散したんですね。だから僕が悪かったです。僕がこの二人を面白く見せる方法を知らなかった。この二人が一番面白くて、で、僕は全然面白くなくて、で、このグループの最下位に井上がおったんです。で、この補欠がなぜ売れたかっていうと、この補欠二人は見せ方にこだわって、見せ方を極めたから受ける方法を知ってたというか。对不起、这个问题我觉得我忽然想到、但是我觉得可能对很多台湾想要做漫才很重要。就是找搭档的方式，找搭档的时候该是通过什么样的方式去知道适不适合，或要怎么样去寻找？因为在台湾可能很多人他们是都刚认识漫才，想要做漫才，可很对很多人要做漫才最大的难就是
找到一个搭档一起。嗯，那对于现在这个状况而言，有没有给就是要找搭档、想做漫才的人什么样的一个建议呢？因为在台湾的状况是我们其实没有学校，所以并没有像这样一个社群可以让我们去认识，有认识说哦，同样想做漫才，只是适不适合而已，就变成说可能就是同学，可能就是一些本来不认识漫才的人，他想要一起，可能很多是这样的情况要去发生这件事情的。所以如果在这个情况的话，如果真的是找我有兴趣，我要找另一个可能原本不是那么认识漫才人一起组合的话，那有这个可能性吗？或者他建议，如果是这样的话，找什么样的人比较好？そうね、やっぱり楽しいから入ってないと多分持続しないと思うんですよね。なのでやっぱりお笑いが楽しいと思える環境に来たことがある人、だから多分参加型のイベントをもっとやっていけばもっと広がっていくと思うんですよ。うん、オープンマイクの中心。うん、交流も増える。台湾は SNS は何が流行ってるの？は Facebook とインスタかなと思う。インスタか。TikTok はそんなに。TikTok もやってる人はいますけど、日本ほどじゃないと思います。じゃない。なんかね、楽しめるようなパッケージをね、作ってしまえば、なんか、人くだりみたいな、なんか、友達同士でできる人くだりみたいなのを作って、それをなんか拡散できるような、それぞれ同級生たちができるようなことができたりしたらね。今台湾でオープンマイクっていうのがあって、うん、2週間に1回日曜日にダカンが MC をやって、うん、そのまずやりたい人が登録して8組まで出れるっていうのがあるんです、うん、でこれがある前はもうそれぞれの公演をやってくみたいな形だったのが、一応定期的に日曜日にその漫才のライブがあって、うん、でもう一週目僕らがあと他の子と一緒にやったりとかして、うん、ほぼ日曜日に1回漫才のイベントがあるっていう形にはなったんですけど、うん、でこのオープンマイクはすごいいいことだった思って面白いんですけど、ただ正直そのすごいちゃんと漫才やってる笑いを取れる人たちがメインで出てしまってる分、誰でもこう参加できるとはいえ、ここに初めて漫才やるのって結構ハードル高いのかなって思うんですよ。やっぱそのもうちょっと参加しやすいオープンマイクだったらオープンマイクでっていうのを作ってみるっていうのは一個の方法なんですかね。そうね、だから並び的にどうしてるの、それは順番で。一応自由なんですけど、うん、なんとなく例えば僕らが毎回最後とかっていう、なんか経験ある子が後ろには行くようになってるんですけど、でも最初はやっぱ怖いじゃないですか。怖い怖い。そこに順番決めのシステムも作った方がいいのか、でもなんか自由な方がいいのか、僕らが今最後やってるっていうのも他の子たちが、漫才ボンボンさんも最後でやってくださいって言われて、なんとなくそこにいるだけなんで、僕が始めた頃っていうのは完全オーディションなんですよ、うん、吉本の劇場でお金2000円払ったら出れる、一日何百組って出るのがあって、でもう一人持ち時間15秒から1分半ぐらい、受けてたら最後までネタ見てもらえる、うん、受けてなかったらもう15秒とかでデン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 安定してもう次の出囃子流れるみたいな、うん、なんかそれやと受けてなくても長く見てもらえてるっていうことでテンション上がったりするんですよ、うん、そうだからそういうシステムがあったから、その若い子たちも一応勇気を持って参加できるみたいな感じにはなってた、うん、あ逆にね、最後のあれなんですけど、その大喜利をやる上でそのお題に沿った答えっていうのをやっていくべきなのか、お題も関係ないけど面白かったらもうそれでいいのかっていう、一旦お題に沿った方がいい、ね、やっぱ大喜利今もうだいぶ何周もしてるから、わけわからんことを言った人が多いなってるけど、これはもう結局大喜利という文化が最近根付いたから日本で、うんうん、なので大喜利というものを裏切ってまたやってる
なんでそれやるとまたほらさっきの話でトークになってしまうから、うん、やっぱり大喜利を一旦やってから飛ばすっていう風にしてると思う。因为其实最基本的想那个答案，针对那个题目想的答案，这个的练习其实是最重要的。如果先闪避了这一块，然后就先去想说，哎，彻底无关但好笑的东西，也没有什么真的练习到，或者是真的做了这件大实力的这个东西的感觉。それも根付かへん一歩やから。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もし台湾にいらっしゃることがあればね、行きたいね、ぜひぜひライブを見ていただきたいです。ライブも見たいし、ご飯も行きたいし。谢谢石大厂，而且也很希望石大厂将来有机会来台湾演出，甚至是有任何的合作的机会。对，像他上次的那个公演的作品啊，然后或是我们之后，对，希望啊，对，ぜひぜひ、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あえて難しい方難しい方に話を展開していくとエネルギーが出るから。そう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 自分が有利な脳みそばっかりで考えるともうやったことあるようなやつばっかりなんですよ。うーん、なんであえて自分が考えへんようなところに不利な状況に追い込んだら今まで開けたことない引き出しが出てくる。